毛利元賃は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。毛利氏の一門が老代式毛利家の祖。小早川秀宝の着難。天正十七年、小早川秀宝の子として生まれる。慶長五年の関ヶ原の戦いの際には父、秀宝の居城である、久留米城にいたが、同年10月14日に、黒田助水と鍋島直しげらの攻撃を受ける。 上中には、家老の桂広重と、白井影俊以下わずか五百の兵しか残っておらず、数日持ちこたえた者の,の会場勧告に応じて城を、明け渡し、妹のおさてが、黒岳の人質に、桂広重の四男、黒こと丸が、鍋島家の人質とされた。元鎮は、母の桂姫や、幼少の弟たちと共に、長戸国と夜浦軍川棚へと移った。 翌慶長六年に、州法が死去すると、毛利秀元の毛利輝元への根性によって、即時に元服し、七千国を与えられて、長州藩内で、長戸国家側、滝部、との協領した。後圏役には、加納の白井法春が秀元によって指名されている。慶長十二年一月、長戸国阿川において、毛利輝元の仲介によって、毛利秀元の妹をめとり、 同年11月に嫡男、元寿美が生まれる。慶長14年、毛利輝元、秀成不氏に対して、中節を誓う寄承文を提出。寛永2年、吉木に領地がえとなり、1万千国余りに仮像される。以後一族は、吉木毛利と称し、一門が老吉木毛利へとなった。後に2万国への仮像が内示されたが、断ったという。同年、 病により着難元包に家督を譲って隠居する。この時まだ元包は幼年だったため元包のおじにあたる毛利秀元に貢献を依頼している。漢文10年長戸国土与裏軍伝居で没した。去年82幼少時の近松門左衛門を保護養育したとも伝わる。ありがとうございます。